はい、皆さんこんにちは。今日ね、ちょっと夕方になります。今3時過ぎですね。はい、ちょっとね、隣の土地をね見てみたいと思います。なんかね、キーキーなってるんだけど、これね、この前つけました、あの獣除けですね。はい、感知して、LED とね、超音波の音を発して、獣を避けるということで、ここら辺にね、ちょっとイノシシとかクマが結構多いですんで、ちょっとね、効果があるか分かんないですけどもね、試しにつけてみました。はい、でこれがね、隣の土地です。はい、いかがでしょうか。はい、すべてね、片付いてます。この間ね、奥にあったバス、この青いやつね、とあとそこにあったね、白いバスがね、全部解体されて、もうね、こんな感じになってます。で木もね、全部伐採されまして、これはね、フェラーバンチャーですね。はい、コンマ4号のフェラーバンチャー、まあこれでね、もう3日ぐらいでね、全部片付け終わりました。何が起きたかと言いますと、ここはね、自分が前回その自分の土地からね、隣が繁殖してるからって除伐した土地ですね。はい、でここね、だいたい300坪ぐらいあります。でここはね、もともと前回からご説明しているように、太陽光用地になりますんで、ようやくね、太陽光の業者さんの方で、着工するようです。はい、太陽光をね、始めるということで、時間ある時見てたんですけども、まあ本当に3日ぐらい、4日かかってないかな、3日ぐらいで終わってますね。はい、で、全てね、こんな感じで、木が倒されてます。はい、ちょっと奥までね、見てみたいと思います。本当はね、ここの仕事を請け負いでね、やりたかったんですが、前の会社、ここのね、もともとの地主さんの会社ですね、とはね、ここを開くときにね、やらせてくれということで言ってたんですが、ちょっとそこの会社が、違う、こちらの地元のね、太陽光の会社の方に譲渡しまして、土地と権利をですね、譲渡しまして、新しい事業主の方で始めるということで、ちょっとその話はね、もうなくなってしまったんですが、まあ、この間ね、来た時にちょっとそういう話をしてました。はい、ここにめちゃくちゃね、でかい木もあったんですが、はい、こんな感じでね、すべて、木が倒されております。すごいね、やっぱりね、ゴミがない土地っていうのはもうすぐです。はい、しかもね、私の何倍もあるようなね、ユンボ使ってコンマ4号ですね、使ってますんでね。はい、でここに集積してあるのが、草とか枝ですね。はい、で、こちらが全て丸太になって、まあ、増材された木ですね。でこれに関しては、持っていかないみたいです。売るのかなと思ったんですけどね。はい、最初はね、なんか売るっていう話してたんですが、後々聞いたらね、これすべてこのまま置いとくので、あと自由にね、使ってくださいということで、これ自由に使えます。まあ杉の木がほとんどかな、あとヒノキ、あと広葉樹としては栗の木がね、あります。あとは何て言うんだっけな、桃皮だっけかな、っていう木もあります。まあ針葉樹ですね、これが桃皮かな、ちょっともみの木っぽいやつね。はい、これです。うん、まあね、こんな感じでありますんで、まあ、使える木もあればね、あまり使えない木もありますけども、もったいないですね。これちゃんと増材すれば売れる木なんですが、まあ売らないでね、このままゾンチということで、置きっぱなしにするということで、はい、まあいいんじゃないでしょうかね。裏の方も丸見えにならないですね。このゴミの山はあまり見栄え良くないですけども、まあそのうちね、おそらく、まあ、枯れて沈んでくるかなと思いますんでね。はい、今はこんな感じになってます。石もね、いらないですかということで、巨大な石がね、たくさん出てきたんですね。で、まあ前からね、あるのは分かってたんですが、はい、こんな感じで巨大な石がね、たくさんあります。すごいね。うわ、ここがね、ちょっとね、蚊が多いんですよ、かゆ。はい、こんな感じでね、巨大な石がたくさんありますけども、これはね、いりません。はい、まあ教会のね、ところに置いときますんで、まあ、使うときあればね、自由に使ってくださいということで、まあ、私のね、教会、そこにこの前ポール立てたんですが、ここが教会になりますんでね、後ろから見ると、まあ、こんな感じでずらっと、はい、並んでおります。はい、巨大な石とね、ここら辺はね、根っこまで除根はしなかったみたいですけども、まあここにね、全部ゴミが溜まって、奥にね、丸太が溜まってるということでね、
はい、こんな感じになってます。まあ自分のユンボでねここ入ってくれば、あの丸太なんてすぐ、持ってこようとも持ってこれるんですけどね、ちょっと使い道があるかどうかっていうのでね、はい、まあそのまま置いててもいいかなと思います。あとねソーラーパネルの方設置がねおそらく、11月中ぐらいにね終わりまして、あとフェンスをね、ネットフェンスっていうのかな、ちょっと簡易的なフェンスをつけるということでしたんでね、はい、まあ結構ね綺麗になったので、まあ、こちらとしてはいいかなと思います。ちょっとね仕事もしたかったんですけれども、まあ業者さんはね2人、あと解体屋さん、バスの解体屋さんが2人来て4人ぐらいでやってましたね。はい、2組のね会社の方が来て、4人でやってね、大体3日ぐらいで終わってましたね。はい、まあ伐採してね集めるだけですね。ね、まあ、こっちの土地みたくゴミが埋まってるわけじゃないので、まああのあっという間にね終わりました。はい、あの丸太はねちょっとね私のところの駐車場を貸したんですね、工事車両の駐車場として貸しましたんで、まあそのお礼じゃないですけど、あの木ね使いたいんだったら全部持ってってくださいってことで、はい、今ね自分の土地もこんな感じになってます。はい、で今日はですね、まあ、何をしようかというと、ただ単にね隣の土地の紹介をしたわけじゃないんですけれども、こちらはね新しい商品をねいただきましたので、そちらのご紹介になります。はい、で今回は何かと言いますと、こちら、ドーバーのね新しく出たレーザー受光器ですね。前回まであのドーバーの、レーザー墨出し器、あちらの方をねレビューしましたけれども、今回はそれに対応する、ドーバーのねレーザー受光器 DR1 ということでね、はい、これです。はい、これをいただきましたので、ちょっと試しにねどんな感じなのか使ってみたいと思います。まずねちょっと開封の方していきます。はい、じゃあ今回ですね、ご提供いただきましたのはこちら、ドーバーのね、レーザー受光器こちらになります。はい、ちょっとね開けてみます。はい、こんな感じですね。あ、すごい液晶がね表と裏についております。はい、こんな感じです。じゃあね試しに電池を入れてみたいと思います。で電池もね、炭酸電池ですね。これちゃんと付属してきてますんで、新品の電池がね付属してきてますんで、これ入れてみます。はい、じゃあ電源を入れます。はい、で精度がねこれも、2種類あります。はい、これね、1つのやつと、この2つの線でね、精度が切り替わりますんで、これ大体のレーザー受光器でこういう風についてますんで、精密に測る場合と、まあ、あらかたね、大まかに測る場合と、2種類あります。あとボリュームですね。はい、ボリューム1、2、はい、あと無音ということで、分けれますんでね。はい、あと上にねここ、標準器の方がねついております。でマグネットにね、ここつけれるようになってますんで、こうやってねカチャって、つけたりして、こういうね水平取ったりっていう計測もできます。はい、あとはねこれですね、まあ、スタッフとか、バカ棒とかにつける、ホルダーがついてきてますね。これねちょっと試しにつけてみます。はい、簡単ですね。はい、これであとここのね後ろの部分を回して、ここが開きますんでね、これでスタッフとか、まあ、メモリのついた棒ですね、ああいったものにつけたりとか、ただ距離とかね、水平測るためでしたら、これにね、ただこう木のねバカ棒をつけるだけでも大丈夫だと思います。はい、これがね今回 DR1 ということで、新商品になります。はい、マニュアルの方もついておりますんでね、はい、日本語マニュアル、日本語マニュアル、はい、ちゃんとついております。はい、日本語のマニュアルもちゃんとついてますんで、まあ、ちゃんとね分かりやすくなっております。精度がね2つあるというのはここですね。はい、プラスマイナス1ミリとプラスマイナス3ミリ両方測れますんでね。はい、これで、まあ、精度をね、荒くしたい場合と、こう高精度にしたい場合とね、2つで分けれます。これがねまず受光器になります。でもう一つね、受光器とセットで、まあ、使うのが、こちらですね。はい、こちらもねご提供いただきました。でこれはですね、三脚になります。受光器を使う際にレーザーレベルの方、まあね、スタンドに取り付けしますんで、それ用の三脚エレベーターということですね。はい、これになります。ちょっとね開けてみたいと思います。はい、
立派な、三脚で雲台がねついております。はい。でこれもね、ちゃんと角度調整したりとか、これでね取り外したりとかですね、はい、できます。でここのね、角度調整とね、あと高さ調整ですね、はい、全部できます。で大体こういうやつはね、まあ、水平取りまして、締めたらですね、はい、これで、エレベーターの方が動くようになります。はい、こんな感じですね。はい、これでね、あの微調整ミリ単位で、レーザーの本体のね、微調整をして、高さを変えれるという優れものになります。まあ、これがないとね、ちょっとこういった計測器使って、まあ、測ったりする場合はちょっと難しいかなと思いますね。まあ、こういったエレベーター三脚も必要になってきます。はい、じゃあ今日ね、ちょっと試しに使ってみたいんですが、まずね、レーザー墨出し器、本体は前回レビューしました、こちら。はい。ドーバーのね、これを使ってみます。H3 の 360G ですね。H3 の 360G っていうのは何かというと、屋外用のプロ仕様になります。はい。屋外用のプロ仕様の、光がね、レーザー光が強いタイプになっております。ですので、これちょっとね試しにつけてみます。で見ます。はい、つきました。ということで、こんな感じでね今レーザー光が出ております。試しに受光器をつけます。はい、で受光器の方が高い場合は、こういった点滅、早い点滅ね。で今度受光器が下になると遅い点滅になります。でぴったり合うと。ちょっと難しいんですが。はい、じゃあ今ね、レーザーの方をちょっとパルスモードっていうのに切り替えました。で、パルスモードにすると反応できます。さっきパルスモードじゃなくても反応できたんですが、まあ、こんな感じですね。はい、今パルスモードで、照射されてます。で、これでね、エレベーターでちょっとね、上下してあげます。はい、でこんな感じで、はい、水平が合うとね、こんな感じでね、ピーとなります。でこうやってね、早い点滅とあと遅い点滅でね、切り替えることができますんで、まあこれでね音の判断がつくと思います。まあ使い方はね、こんな感じになります。屋外でねレーザー光が見えなくてもこれがあればね大体 50m まではできるということですんで、試しにね 50m できるかやってみたいと思います。はい、それじゃあね、見えますでしょうか。今ね、はい、ここのコーンの置いてある位置にね、レーザー光を発射しました。で、向こうにね、ちょっと見にくいんですけども、紅白のポールが立ってますんで、そこがね、ちょうど50メーターで測りましたんで、そこまで行ってみたいと思います。まずここでね、レーザー光、ちょっとね、この紅白ポールにつけましたんで、これでね、反応を確かめます。はい、じゃあ今ね高さの合わせましたんで、ちょっと離れてみます。一応ねこれ遠くでね水平を測ることもできるんですが、レベル出しをする時のね高さの測定もできますんでね、はい、そういう時に役に立ちます。はい、今ここでだいたいまあ中間より来てますけども、レーザー光はねちょっと見えないかな。はい、レーザー光を拾ってます。今ここら辺ですね。ということで結構下げます。はい、今ねレーザー光がねここまで来ちゃいました。結構ね地面から今だいたい50センチぐらいですね。はいはい、今こんな距離です。じゃあねさらに奥に行きます。多分測れないかもしれないねこの高さだと。まあこれでだいたい高低差がどれくらいあるかっていうのをね、あのスタッフとかのねメモリーがついたやつとかにつければ、高さの測定ができます。で、まあこれでもね、印をつけておいて最初の状態とね、今どれぐらいの高さかってその差をね読めば高低差を見ることができます。はい、試しにねこれちょっと下げてみます。はい、ということで今ね結構限界まで下げましたけども、つきませんのでちょっとレーザー墨出し器の方をレベルを上げていきたいと思います。はい、じゃあ今ね、レーザー光の方を上げてきました。で試してみたいと思います。はい、届きます。
もうちょっとでかな。はい、じゃあ今ね、ちょうど入り口のコーンのところから50メーターの位置で、ちゃんとね、反応してます。こんな感じで。はい、反応してます。はい。今ね、ちょうどこのレベルの高さ、今地面ギリギリなんですが、こっからね、今、レーザー墨出し器かなり高さ上げてます。はい。ので、相当な高低差があるというのがわかると思います。試しにここに印をつけて、もう一回向こうに戻ってね、どれぐらいの高低差があるか見てみたいと思います。余裕で届きますね。はい、これ50メーターです。ちゃんとね、スペック通りの、性能は出ております。はい、じゃあ今ね、こんなにね、高いところにレーザー墨出し器が置いてあります。はい。ここです。はい、結構高いですね。ということで、先ほどね、ここにマーキングしましたので、今の時点でね、ちょっと合わせてみます。はい、ちゃんとね、背面からもこうやって見れますんでね、はい、超便利です。今この高さで、水平になってますんで、ここのクランプの位置と先ほどのね、マスキングテープの位置が、高さとなりますんで、ちょっとね、そこを測ってみたいと思います。すごいことが判明しました。ここのね、土地の高低差ね、はい、122センチですね。122センチの高低差が、今そこのね、鉄板の敷いてあるコーンから向こうのね、紅白ポールがあるところまでね、高低差があります。 1.2 メーターのね、高低差すごいですね。いやー、これね、目視だと結構平らに見えるんですよ。はい、こんな感じです。結構平らに見えるんですが、ここからね、だいたい 1.2 メーターの、差があります。ものすごいです。まあこんな感じでね、測量の方ができますんで、こういったね、レーザー受光器ですね。はい、これがあれば、簡単にね、目視で、することができます。はい、いかがだったでしょうか。こちらのね、レーザー受光器、今回 DR1 ということでね、ドーバーの新型の、レーザー受光器になります。表とね、裏両方を見ても、すぐにね、分かるようになってますんで、とても使いやすいです。で、精度もね、多分大丈夫だと思います。ここに水準器がありますんでね、これちゃんとこう水平に合わせてあげて、ちゃんとね、ピーってなるところで読み取ってあげれば、精度はね、間違いないと思います。はい、まあこのね、クランプもちゃんとついてきてますしね。はい、あとはね、これ。はい、このね、レーザー三脚、こちらの方もね、必ず必要になってきますんで、まあ、できればね、これセットでね、買われた方がよろしいかなと思います。まあ、レーザー受光器使わないにしても、レーザー墨出し器をね、固定する際に、こういった台の上にね、置くだけしかできませんので、やっぱりね、こう高さをね、変えて水平を見ないといけないので、やっぱりこういうね、レーザー三脚というのはね、やっぱり必要になってくるかなと思います。はい、じゃあ今日はね、試しにこのレーザー受光器 DR1 を使って土地のレベルの測定をしてみました。で、土木現場とかでね、測量する際はもっと立派な機械をね、使うんですけども、あと先ほどね、この紅白ポールね、使いましたけども、実際はね、メモリーのついたスタッフとかっていうのもありますんで、そういったのを使うとすぐにね、こう何センチ高いかとかね、低いかっていうのがすぐ分かりますんでね、まあそういったものもね、あるとね、こういった土木する際はね、便利かなと思います。はい、じゃあ今回はね、ドーバーの新型のね、レーザー受光器ですね、今までなかったんですけどもね、このプロフェッショナルモデルということで DR1 の方をね、使ってやってみました。あと H3 の 360G とね、P4 の 360G、そちらの方もね、レビューの方を上げておりますので、よろしければね、機械の方のご説明の方見ていただければと思います。あとこちらの商品のリンクの方はね、概要欄の方に貼り付けしておきますので、よろしければご覧いただければと思います。はい、じゃあ今日はね、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。いやー、めちゃくちゃ広くて快適になりました。すごい。